日銀が発表した11月の国内企業物価指数は、1年前より9.3%上昇した118.5でした。前の年を上回るのは21ヶ月連続で、118.5は統計開始以降、過去最高でした。エネルギーや原材料の輸入価格の高騰が影響しました。企業がコストを製品価格に転嫁する動きをさらに強めれば、家計の負担が増すことになります。